やあ、刹那圭介だよ。怖くない2の実況、パート2やっていきたいと思います。この右に入って、こっからこう出てきて終わったと。というわけで次はこっちかな。いかに時代おじいちゃん、パート3! ヒュー。やっぱりしょ。ん?おじいちゃんって、不気味ね。ほんと何のためにいるのよ。あれ?このおじいちゃんちょっと様子がおかしいよ。ん?ほんとだ。口をパクパクさせてる。もきききもきききききき。とうとう、一家に時代おじいちゃんが喋る時が来た。てか、えらいこの、ここにあるやつ、全然違うよ。えらい違う。なんなん?最近の流行りのポケモンで例えたら悟空みたいなのが出てきた。もげきもげき、いや、これはちょっとかぶるけんやめといて。もげき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 、なんだこいつ喋るぞ。もげきもげきもげき、うん、先頭おじいちゃんが出現っていうか、なんでこいつだけ抗議してきたかわからん。あ、そうだ、今のうちに名前確認しとこう。主人公が竜也で、女の子がマリ、なんかおとなしい子がユウで、ウェヒマル。ウェヒマル。ウェヒマルジーって言ってんだろうが。ヘイウィン、エファセイ、イェイイェイイェイ、気分上上上、アイテムら何も持ってない。かませ、イェイイェイイェイ、みんなでボコレ、ピポーピポー。お、ウェヒマル、素早いな。とりあえずバンバン攻撃しようったらいい感じかな。確認してない、竜也以外確認してなかったけど、特技はなしよな、ないな。じゃあとりあえず攻撃あるのみや。慎重に攻撃したらちゃんと倒せるようになるんやな、やっぱ。オッケー、この辺は前作でも体験済みやけん分かる、いける。おとなしくなった。わけわかんねえなー、うえひー。でもこんな奴がいるってことは幽霊だって言うのはおかしくねえなぁ。気違いレベルはお前よりは下だと思うな。お前の方が気じっとると思うな、こんな奴って。お前にこんな奴言われたくはないわ。探索を探索を続けるぜ。あ、周りはするんや。気配はない。襲ってくる気配はないんや。よかったよかった。それならいいわ。うん、コンベイト。コンベイトだけか。え?いやー、お助けー。まあ、落ち着きなさい。わしはお前たちを襲ったりせんよ。おえひー、さっきと違うやつなのかー。本当に僕たちを襲わないのか?というか、君は幽霊なのか?ああ、わしは幽霊なんかじゃねえぞ。ふざけやがって。わしを幽霊と間違えたからには死ぬ覚悟はできてるんだろうな。ええー、結局襲ってくるんじゃないか。ちょっと、短期にも程があるやろ。HP 回復してくれとるわ。殴れ殴れ。みんなでボコレ。あー、大丈夫大丈夫。俺の予想だったらこの攻撃で終わりではなかった。ちょっと強かったけど、2回ずつの攻撃で普通に倒した。オッケー、問題や。ギーニョー。はあはあ、やっぱりこの家は危険だ。うえひー、不思議なことがいっぱい起こって、すげーぜー。エクセントリックアメージング。あ、待てよ。出た方がいいやってことは、出ようっていう選択肢があるんかな。どうでしょうかね、どうでしょうかね。幽霊を探すん。出た方がいいのかなとか言いながら、もう幽霊を探そうっていう理由で出ない。セーブしとこう。じゃあ2階の探索。わお、ベッドが3つにピアノ。ピアノ。ん、
どうしたのマリ、顔色悪いけど。ちょっとお腹が痛いっつうか。やっぱさっきのワインが良くなかったんじゃないかな。だから私は飲みたくないって言ったじゃん。もう完全なる嘘ですよ。もう完全なる人のせいにするパターンのやつですよ。もう飲みたくないって言ったじゃん、どころか自分から飲んだよな。お前飲まない方がいいって言われたよな。逆に誰も飲めなんて言ってないよ。言われました、マリが飲めってリュウヤ言った。じゃあお前のせいでないか。いや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 、言ってないからね。ん、言いました。やばいぞ、これはやばいぞ。これ前作でも似たようなことあった気がするぞ。はい、すいません。あれ何もないんだ。あ、やまで終わるんか。目がきちっとっただけなん。なんかやばいこと起きるとかそういうじゃない。鍵盤の間に何かが挟まっている。メモを手に入れた。きた、メモに。順調順調。先ほどまで開いていなかった部屋が開いていたり、一度通った場所に見知らぬ通路ができていたり、この家は変形しているのかもしれない。まだ諦めずにこの家を調べ続けたら、新たな手がかりにたどり着けるかもしれない。だが出血によってかだんだん頭が回らなくなってきている。脱出の兆しは薄い。友人たちも3人のうち2人は死んでしまった。最後の1人も生きているかわからない。俺はどうして友人たちがこの家に入るのを止めることができなかったのか。俺が止めることができていれば犠牲は出なくて済んだのかもしれない。本当に本当に悔しくてならない。ん？これもしかして前作の主人公のヒロシだったっけ？ヒロシかな？もしかして。ヒロシですか？ヒロシです。ヒロシです。三人の行方を止めることができません。ベッドなん？おい！ピうわぁ、びっくりした。マリー、どうしたの？いけ！いけ！いけ！ピー！お前、ピースケか、お前。マリー、狂っちまったのか！うひー！お前には言われたくない。あのワインのせいだろうか。ただ、腐っていただけじゃないのか。うへへへ。俺は最強だ。悪霊だ。うん、悪霊。あのワインに取り付いてそれを飲んだこの女の体を乗っ取ってやったぜ。マリの演技ではないみたい。本当に血相が変わって別人のようだね。悪霊ってことはお前が怖くないなのか。無事飲めしてやる。マリから出てきやがれ。おひぷくくくくく。俺は5年前に怖くないに殺された学生の悪霊よ。怖くないに殺された悪霊。あんたもお兄ちゃんと同じか。おひ、俺たちはその怖くないを大事してやろうと思ってるんだぜ。はぁ、怖くないよ倒す？なことさせるかよ。え？俺たちの楽園を汚そうったってそうはいかないぜ。怖くないは俺が守るんだよ。楽園？あなた怖くないに殺されたのに怖くないの味方なんですか？てめえら！てめえら全員ぶち殺して俺たちの仲間にしてやるぜ。いけいけいけ。襲ってきたー。何そのポーズ。何なのそれ。ここは通しませんよみたいな。ここを通さんぞ。メンバーが3人になってしまった。悪霊の取り付いたマリーな。出ていけ、マリから出ていけ。ていうかマリそんなそんな色の服じゃないぞ。う、
くげー、この体に存在を維持できない、消えてしまう。なあ悪霊さんよ、お前が負けたんだから道理通して、怖くないの爆笑を教えてくれよ。怖くないを倒すくるなんてどうせできこねえんだよ。お前たちもどうせ怖くないの仲間に消えてしまったのかな。うえひー、なんだよ畜生、場所を教えてくれたっていいのによ。怖くない存在していることはおそらく本当なんだ。もし出てきたとして、僕たちに対峙できるのだろうか。あれ、私何してたわけ？なんかしばらく記憶ないんだけど。つうか体痛い。あんたたち私のことを殴った？悪霊に取り憑かれてたからごめん。マジありえないんだけど。ありえなすぎて、もはやありえるレベルなんだけど。意味わからん、それ。ありえないけれどもありえるってやつか、もしかして。どういうことなの？よくわかんないけど、とりあえず覚えてなさいよ。あとでラリアと食らわすから。それはやめてください。時折主人公が、敬語になるんやけど、あれ？調べる前にセーブしておこう。ネズミ？ネズミのぬいぐるみだ。こんなものなかったよね。あれ、そのネズミ、頭にチャックついてるけど、普通腹ちゃうんか。チャックつけるとしたら腹ちゃうんか。うえひー、なんか不気味だけど開けてみようぜ。鍵が入ってるね。鍵 A を手に入れた。どっかの鍵なんだ。あ、そういや1階に鍵閉まっとったところ、鍵かもしれんけど、あかんかったところあるけど、どうだろうな。こっちじゃない、こっちは？ん？うん、あかんのじゃ。ってことはこの鍵が1階の鍵ってことね。オッケー、確かこっちで、ここ上に上がったところにドアが2つぐらいあったっけ。2つ、ここは？あー、ここは違うな。じゃあこっちか。あー、ここじゃ、ここじゃ。あれ、あれ。あー、ここも入った、ここも入った、ここも入った。ここじゃない、ここじゃない、これ。もう全然覚えてねえ。ここかな。あー、これよ、これこれ。問題、お？なんこれ。すごい広いところに出たな。ドアが4つもある。間違った、ドアね、入った。死にますよ、的な感じのやつかな、もしかして。知るか。いや、間違ってるも何も、これヒントないもん。左から入力せよ。ん？え、左から入力せよ。ああ、この先には入っとんが、的な感じか。丸、三角、四角、×に数字を当てはめる。丸が4。ん？じゃあもうそのまま4って入れればいいんかな。下の4桁のやつにも。ぬいぐるみなんかかわいい。コンペイト、この右の子コンペイトを持ってた。ごめんね。君のコンペイトを奪っちゃったぜ。後で食べてあげる。あ、こっちにもぬいぐるみ。色違うな。バズの左右には三角と四角あり。あ、そうか。丸三角四角バツが、さっきの左の部屋に入っとった通りの順番ではないんじゃ。でもってヒントがこんな感じで、バツの左右には三角と四角があるっていう。あと残りの二つの部屋でヒントを見て、その三つのヒントから順番を確かめなっていうか推理せなあかんのじゃ。推理ゲーだった。じゃあちょっとメモしよう。とりあえずメモはしておいて。ところでお前らは何か持てない？コンペイト持てない？持てない、うん、お役職とか食べないタイプ。オッケー。じゃあこっちの部屋。お、黒いな。ぬいぐるみ黒い。丸の左には四角があり、しかし右には何もないと。そういうことか。丸の左が三角、右には何もない。
ってことは一番右が丸か。でもって左に、それの左が四角あるわけじゃん。で、まあ、と思って、バツの左右に三角と四角のどちらかが、それぞれどちらかが入るってことは、その四角の左にバツで、さらに左が三角ってことじゃないと、当てはまらんよな。で、四角が7と。おお、いい感じ。当てて。とりあえず、順番は分かったね。何も思ってない。お夜食食べないタイプ。OK。健康的。三角の右にバツがあって、左には何もなし。ああ、やっぱあれ合っとるわ。よし。で、バツが2と。んで、数字を当てはめたら、左から三角、バツ、四角、丸ってなって、数字だけで言うたら6274。これが正解やな。入れた瞬間何が起こるか分からんけど、先にセーブしておいて入れると。6274か。イエース。余裕っすね。オッケー、このちょっといい感じの気分で終わっとこうじゃない。よーし。というわけで今回はこの辺で謎解き楽勝。次も頑張っていきましょう。はい。というわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。See you again.